神田松屋は東京都千代田区神田菅町にあるそばの専門店である。本店のほか、吉祥寺にも支店がある。1884年、初代福島一蔵が創業、その後福島家が2代続いた。1925年の関東大震災後に福島家から商工家に受け継がれ、初代小高正吉が継承し、建物が新たに建造された。 その後、二代目、小高健二郎は、ビク坂のヤブそばにおいて、後に、大森梅屋敷のヤブそばの創業者となった、関谷作太郎に学んだ。三代目、小高俊は、ヤブ風海において、神田ヤブそばの仙台、上野蓮ンタンの仙台、神田西敷町さらしなの仙台等に、そば打ちの技法並びに、漬け汁の技術等を学んだ。現在は、四代目、小高高行が継いでいる。 店舗は関東大震災後の1925年に建築された木造2階建ての建物で2001年に東京都の歴史的建造物に選定されている。食通としても知られる小説家の池波翔太郎がひいにした店で池波のエッセイ、散歩の時何か食べたくなってや昔の味でもよく足を運ぶと記されている。建設年大正14年。 設計者不詳、構造規模木造を2階、外要左右の出入り口の上部に、松模様の欄間飾りを施してある。平面を見ると、入り口の部分が、現在はコンクリートであるが、以前は土間であったと考えられる。日清食品から2012年11月26日に、老舗の一品、神田松屋監修取南番そばが、2013年6月10日に、老舗の一品、 神田松屋監修カレー南番そばがそれぞれ全国発売されている。いずれも同店の監修により制作された甘辛く濃いめのつゆと具材が特徴である。ありがとうございます。